さてここからは北九州市の財政について考えていきたいと思います山田さんお願いします、はいえー、北九州市の財政は今非常に余裕がない状態にありますでこちらのグラフを見てい,ていただきたいんですがこれは市の財政の見通しで上の赤い折れ,折れ線グラフが福祉医療関係費の推移でえ下の青い棒グラフが、えー、基,金基金ですね市のまあ貯金 非常に北九州市は高齢化が進んでいるということで、この福祉医療費が今後、どんどん伸びていくということで、うんえー、やりくりにその貯金を取り崩していくということで、あの基金のほうは現在260億円ぐらいあるのが100億円台まで落ちるということで、えー、今後、市長はです、ね、非常に限られた予算の中で難しいあの運,営を運営を迫られるということです。 はい。その財政健全化に向けてどういう政策を行っていくのか皆さんに聞いていきたいと思います。まずは坪利さんの意見からお聞きください。財政についてもやっぱりそのまずは収入を増やすという取り組まず必要だと思いますし、まあ同じことをするにあたってもですね、そのいかに効率的にサービスの質を下げずにあのやっていくかというのは同じようにあの車両輪でやっていく課題だと思ってます。はい。ということで、えー、スタジオのお三方には。 すすでににフリップに書いていただいててただおります永田さんは下北道路など無駄遣いストップ、そして、えー、清水さんは選択と集中、そして竹内さんが無駄を省く、資産を生かすというふうにあります、えー、それでは竹内さん、その具体的な中身を。はい 今、北九州市の財政は全国815の都市のうち下からワースト2位という分析もあります、非常にない袖が触れない、袖触れる袖がないという状況です、で私は無駄を省く、資産を生かす、これ企業の経営と同じなんですが。 やはり予算の見直し、今、合っている事業の中で同じ事業者にずっと長年出していて、えー、硬直化していないか、こういったところを見直していく、あるいは市の持っている財産や土地などでこう空き地になっていて使われていないもの、民間に売っていって、えー、あるいは賃貸をしていって、こういう活用ができるところというのを、えー、無駄を省くということ、それから資産を生かすということです。私は官民で、ね、チームを作って えー、検証するチームを、えー、導入していきたいと思います。はい。あのその <laughs>、えー、清水さんに、えー、の方もあの具体的な中身よろしいでしょうか。はい、えー。まず公務員の人件費というところに私はちょちょ注目をしているんですけれども、全国の政令市平均でですね人件費の比率が十三パーセントなんですけれども、北九州十八パーセント以上あるんですね。 仮にこれが全国の政令市の平均の13%に抑えることができたならばそれだけで300億円以上の財源になるんです、これ直ちにやることはまあもちろん難しい問題ではあるんですけどもやっぱり100万都市だった頃にたくさんあの,あの入っているあお勤めの方がやっぱ長く勤めてられていることでそれで徐々に収入が上がっている。あの 給料上が上っているでそ,そこを守るためにちょっとポストを作ってしまっているような今体質があって、なのでちゃんとですねあの必要なものと必要じゃないもの統廃合とかも視野に入れながら、えー、ポストの削減をして、えー、人件費を削っていくこれはできるのではないかと思っています、はい、中田さん、はいあのー、僕が書いているで下北道など,の無,駄など無駄遣いストップということですけどあの北九州の今、その借金がですね 今、その建設関係を中心にやっぱり膨れ上がって今1兆4000億円になっているんですよね、だから毎年、その返済だけでも700億円かかっているような状況が続いてますので、もうこれ以上、ちょっと箱物、えー、行政とかで無駄遣いをすることはやめていけば、ですねまずこの部分だけでも削れますので、えー、そういうところから見直しを始めていきたいと考えています。